安土山より望む西の湖。大見八幡の水橋の選定地域は写真奥の湖畔付近である。大見八幡の水橋は日本の滋賀県大見八幡市に位置する西の湖を中心とした水橋であり、琵琶湖国定公園第2種特別地域に指定されている。2004年の文化財保護法改正により創設された。 重要文化的景観選定制度適用の第1号として2006年に国の選定を受けた。現在、こういう水面、足地集落、農地、里山を含む約354.0ヘクタールが大見八幡の水郷として選定地域となっている。大見八幡市の北東部には琵琶湖の内湖の一つである西の湖海がある。多くの内湖は 明治時代以降に干拓され、現在残っている大きなものは西の湖だけになっている。西の湖周辺には吉原特有の湿地生態系が残されているが、干拓や補助整備による湿地生態系の衰退や景観の改変が危惧されている。現在の文化的景観は1585年、豊臣秀寺が八幡山城を築上し、 城下町を建設したことを起源として形成された。豊臣秀寺は、安土城下などから、商人、職人を呼び寄せるとともに、西の湖を経て、琵琶湖に至る八幡堀を改作した。1595年八幡城は、廃城となったものの町は残され、この地を根拠地とした大見商人は、八幡堀の地の利を生かして、商業を行い、町は、 江戸時代を通じて繁栄した。なお、大海八幡の消化庁は、大海八幡市八幡伝統的建造物群保存地区の名称で、国の重要伝統的建造物群保存地区として選定されている。大海商人が扱った商品には、大海表、大海上府大海ヶ谷などの失笑植物を原料とするものが、含まれていた。西の湖周辺に生育していた足も、 周辺地区で、すだれや吉津に加工され、大見商人の手によって広く流通した。現在でも西の湖の北岸に面する、円山集落では、製造業者の数は減少したものの吉加工による、高級夏用建具の製造が行われており、吉千焼きなどの種々の作業に、伝統的な手法を止めている。また、集落には、吉吹屋根の建物や作業小屋が残され、 養子産業などの制御や内閣と共生する地域住民の生活と深く結びついた文化的景観を形成している。この文化的景観を保存するため、大見八幡市は景観法に基づき風景作り条例を制定し、風景作り委員会と風景作りアドバイザー制度を設けるとともに水郷風景計画を策定し、2005年9月1日から、 施行した。市は、水峡風景計画区域の重要文化的景観への選定を国へ申しでその結果、2006年1月26日、西の湖、町名寺川、八幡堀と周辺の足地が重要文化的景観、選定制度適用の全国第1号として、大見八幡の水峡の名称で選定を受けた。選定理由として、 ないこと吉原などの自然環境が、吉産業などの生業や地域住民の生活と結びついていること、観宅や補助整備によって、湿地生態系の衰退や景観の改変が引き起こされており、保護が必要であること、大見八万市が景観計画の策定や地域住民の参画など、文化的景観の保護に向けて取り組んでいることなどが挙げられている。2006年には、 基本計画、伝統的風景計画を策定、施行した。その後、周辺の集落、農地、里山などが追加選定を受け、現在は約354.0ヘクタールが選定地域となっている。2015年4月24日、琵琶湖とその水辺経過に祈りと暮らしの水遺産の構成文化財として日本遺産に認定される。ありがとうございます。